どうも皆さんこんばんは、ドヨテです。今回はお菓子になります。で、またまた再現になっちゃうんですけど、皆さんはコンビニスイーツを食べますか？私はたまに食べるんですけど、その中でもファミマのダブルクリームサンドが私の一押しですっごく美味しいんですよ。で、家でも作れそうな感じがしたので、今回は早速それを作っていこうと思うんですけど、ダブルクリームサンドっていうのがふわふわの生地と滑らかなクリームが特徴的なので、そこまでしっかり再現できたらいいなと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。材料を紹介します。材料はこの18センチの型1個分になります。まずは生地の材料を紹介します。卵1個、グラニュー糖 30g、 薄力粉 25g、 牛乳 10cc、 サラダ油 10g。 次に生クリームのホイップの生地を材料の紹介します。生クリーム 120cc、 グラニュー糖 10g。 次にカスタードクリームの材料を紹介します。牛乳 100cc、 卵黄1個分、グラニュー糖 25g、薄力粉 10g、 バニラエッセンスは少々です。以上になります。まずはボウルに卵とグラニュー糖を加えて、人肌で、まあ、33度ぐらいになるまで湯煎していきます。ちょっと過ぎちゃいました。牛乳とサラダ油を合わせて湯煎にかけておきます。文字が書けるくらいになるまでしっかり泡立てていきます。生地を落として形が、まあ、そのままの形が残ってなじまなかったらいいです。ハンドミキサーは弱火にして3分ほど混ぜていきます。黄身が細かくなるまで混ぜます。薄力粉を2回に分けてふるい入れて、さっくり、あまり混ぜすぎないようにして混ぜていきます。オーブンを200度に予熱しておいてください。湯煎しておいた油と牛乳の方に生地を少し入れてなじませていきます。生地に戻してしっかり混ぜていきます。18センチの型で材料を紹介したんですけど、生地を作ってみたら12センチの型がちょうど良かったので、今回はこれで焼いていきます。200度に予熱したオーブンを190度に下げて13分焼いていきます。生地を焼いている間にカスタードクリームを作っていきます。ボウルに薄力粉とグラニュー糖と卵黄を入れてよく混ぜていきます。牛乳を少しずつ加えながらしっかり混ぜていきます。ふんわりとラップをして
電子レンジで1分加熱してよく混ぜていきます。固まるまで電子レンジで1分加熱して混ぜる、1分加熱して混ぜるを繰り返していきます。だいぶいい感じになったのでしっかり冷ましていきます。こっちはもう焼けてるのでしっかり冷ましていきます。生クリームをしっかり泡立てていきます。このくらいで大丈夫です。生クリームは絞り袋に入れる前にカスタードと混ぜるようで 50g 取っておいてください。生クリームとカスタードを混ぜていきます。バニラエッセンスも加えてください。この時が一番美味しそうです。型が大きくてちょっと薄くなっちゃったんですけど、こう半分にスライスしていきます。端を2センチくらい残して十字の切り込みを入れていきます。カスタードクリームと生クリームをのせていきます。この十字から見えるように置いていきます。完成しました。なんか父が勝手にバナナ乗せてるんですけど、確かにバナナすごく美味しそうですよね。早速今から食べたいと思います。いただきます。ここ美味しそうです。やっぱり手作りで作ると生クリームとかもいっぱい入れても、まあ、問題なしなのですっごく美味しいです。で、生地がちょっと薄い割には思ってた以上にふわふわしてたんで、あのクリームとすっごく合って美味しいです。たくさんつけて食べると幸せです。でも絶対これ太りますね太るって分かってても食べちゃいます。おそらくコンビニのやつよりも二回りくらい大きいんじゃないかなと思います。すごく簡単に作れるし、あのコンビニスイーツが好きな方はぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。